そういった中、開幕戦勝利をした両チーム、連勝をかけた一戦、両チームの選手がピッチへと入場してまいります。今大分ボールで前半のキックオフがされました。まずは長いボール、クレービスが蹴っていきます。斉藤から右サイドに広げていきます。河村圭人、馬力もある選手ですけれども、そのまま持っていく。河村仕掛けて左足振り抜いた。セカンドボール回収、今度は加藤貢献、右足狙ってきた。ミドルシュートの居残り練習よくやっているという加藤貢献。またワイドを展開します。野村がボールキープ。野村中に入ってきた。えぐってのクロス、マテウスこぼしている。セカンドボールはと、その前にファールがありました。そうですね、今みたいな野村のね、身長が高い選手いるわけじゃないんでね、ああいうところの、判断ですよね。非常にいいと思いますね。この辺にやっぱり印象につながってるんでしょうね。でここからチャンスいきます。藤本をえぐってのクロスだ。ファーサイドヘッドきた。バティスが素晴らしいセーブ。もう一回シグ打ち切れるかどうか。野村のシュートした。野村とまだあります。藤本仕掛けようというところですが、左の藤本のクロスからでしたね。ここ2人に囲まれますけど、ね、いいクロス上げて、このヘディングシュートですね。左手1本でよく防ぎましたね。でこの後の、ね、あ、ここあれですね、初めてじゃないですか、今日クロス藤本上げたのはね。あ、そうですね、はい、ただここね、今後半のキックオフです。平がロングフィードを選択。弓場のボール、はい、長いヘッド、頭です。セカンド押し込んだ。決めたのは藤本。いや、今ボールステイペレイラですかね。その後の反応は大分のが早かったですね。少し逃げるボールから少し被ったんですね。ここねマテウスも止めましたけどね、このボールに早く反応した藤本ですね。左足、そうですね、相手に当たってますけどね。町田が倒れていますがノーファール。そしてあとワンプレーできるのかどうか。ここで試合終了の笛。ホーム開幕戦、レゾナックドームに1万人を集めるというミッション。